皆さんこんこにちはレックセ講師の篤田ですそれでは2022年9月 FPA 本試験の3級の解説講義を始めていきたいと思いますはいではまずですね、えー、本番の試験受けられた皆様お疲れ様でしたでまあ、えー、今日ですね、まあ、11日に行われました試験のまあ簡単な解説というのを行っていきたいと思いますが あの今、まあ、当然皆さんご承知だと思いますがあの試験の実施団体が金融財政事情研究会と日本 FP 協会の2つに分かれていますのでちょっとまああのこ,こ,これを見ている方が、まあ、金財で受けたという方もいらっしゃれば FP 協会で受けたという方もいらっしゃると思うので、えー、ちょっとですねそこについてですが。あの FP 協会の場合は実技試験は1つしかありませんから問題ありませんけれども金融財政事情研究会の場合はあの複数科目あるんですが今回はまあ今回もと言った方がいいんですけども個人資産相談業務のみというところの解説にとどめさせていただきますので申し訳ございませんがご了承いただければと思います。 では、そこでですね最初にえ共通の学科試験から見ていきたいと思うんですが、まあ、その前にちょっと簡単にですね答えだけちょっと合わせていこうかなと思います。もちろんですね、す、え、で、ー、に実施、えー、団体からは、えー、答えが出ておりますが、まあ、問題見ながら合わせていった方がいいかもしれないので、えー、最初に学科試験についてですね、えー、見ていきます。 でご承知の通り、学科試験は60問あります、60問ありまして、1問1点、そして36問以上、まあ、36点以上、再開が取れていれば合格という6割ですから、あのどれでも、例えば科目は関係なく、ですねどの問題でも1問あっていれば1点と。 いうふうな形になりますので、えー、それを念頭に置きながらですね、自己採点をしてください。そして、あの最初のですね、前半30問は、えー、正誤問題で、丸×という形で、ただ皆さん、マークしていただいたと思うんですが、正しいものが丸、えーまえーま、正しいものが1、間違っているものが2なんですけど、ちょっと自分の方で言い間違いがあったらいけないので、えー、と丸×という形で、最初のですね、えー 30問はバ×という形で申し上げていきたいと思いますので、まあ、通常、皆さんですね、まあ、問題の横とかに丸とツ×って書いてあると思うのでそちらでですね確認いただければと思いますはいではか、えー、と5問ずつですね申し上げていきます最初の第1問の括弧1から括弧5です括弧1が括弧 ×2 がえ括弧 ×3 が丸括弧4が括弧 ×5 が丸 ちょっと連続でいきます1から5が××丸、えー、×ツ丸となります次、かっこ6からかっこ10のリスクです。えー、かっこ6が〇かっこ ○○7 が×○○○十が丸。もう一度6から10連続で申し上げるとツ×丸、え、丸、ー、となります。次、金融の…えー 11か十五1なります。括弧1一がバツ、括弧13が×、ツ、括弧14が×、ツ、括弧15が丸○、え、ー、連続で申し上げると11から15ですが、×ツ××丸となります。次、括弧十16から括弧二20のタックスです。 カッコ16が丸、カッコ17が×、カッコ18が×、カッコ19が丸、カッコ20が×、えー、もう一度連続で16から20ですが、丸、×、×、丸、×となります。続きまして、えー、21から25の不動産です。カッ二21が×、カッコ22が×。 カッ23が丸カッ24が丸カッコ25が×、えー、もう一度21から25連続で申し上げると××○×〇〇となります。次、26から30の相続です。えー、かっこ26が、えー 括弧27が丸、括弧28が丸、えー、括弧29が丸、えー、括弧30が、えー、丸と、もう一度26から30ですが、最初の26だけがバツで、27、28、29、30が丸となります。これが最初の前半の正誤問題です。次です。えー、第二問の、えー、三子択一です。まあ、これは三つある中で一つ選んでくださいということなので、こちらも五問ずつですね。1、2、3、今度は1、2、3で読み上げていきます。 がががががですねもう一度、えー、31から35ですが13112です。で36から40のリスクなんですが。<laughs> カッコ36が3カッコ37が3カッコ38が2カッコ39が2カッコ40が3もう一度36から40が33223となりますで41から45の金融ですが41が2カッコ42が1カッコ43が3カッコ4が2カッコ45が1もう一度41から45ですが2 1 3二2 1>, 1となります。次かっこ46からかっこ50のタックスですが。え、46が2え、47が14。8が34。9が2え、50が2という風うな形になります。もうちょっと連続で21322となります。 51から55の不動産ですが、まず、括弧51が1、括弧52が2、括弧53が2、括弧54が1、括弧55が3、えー、もう一度51から55ですが、1、2、2、1、3となります。最後の56から60の相続です。 括弧五58が2括弧五59が3括弧六60が1もう一度56から60が31231となりますで今あのこれ実施団体から出ているものを読み上げたんですがもしかしたらちょっと間違っているか言い間違えるかもしれませんので、まあ、最後念のためですね、まあ、実施団体のもので確認をしていただければと思いますということでですね、まあ、これ一応60問ありますけども36問以上で合格ということで ちょっと解説はちょっと全部が終わってからにしたいと思うので一旦ですねごめんなさい学科はこれで終わりでまあ、次日本 FP 協会の実技試験の回答の読み合わせだけさせていただきたいと思います、えー、近在の方少しお待ちいただければと思いますではえっ、ー、と日本 FP 協会のが実技試験は資産設計提案業務のみという風になっておりますでこちらについては問題が20問ありまして1問5点 で100点満点ということで合格は60点以上6割以上で合格なので60点以上、まあ、12問以上正解があれば合格ということになりますではこちらですね問題ごとに見ていきますとまず第1問の問1問2ですが問1が2問2が2となりますどちらも2です次第2問のこちらがです金融の問3から問5です問3が3問4が1 問5が2。もう一度、えー、3から5ですが、えー、3、1、2となります。次、第3問の不動産です。こちら2問、6、7の2問ですが、問6が2、問7が2、えー、どちらも2で,す2です。次、第4問のリスクですね。えー、こちらが8、9、13問あります。問8が2、問9が3、問10が3、えー、2、3、3、 となります続いて第5問の、えー、これがタックスですね、えー、こちら第5問のタックスですが2問あります問11が3問12が2もう一度11が3の12が2です次の第6問のこれが相続ですこちら1314153問あります問13が2が 問14が3問15が1131415、えー、ですが231となります最後が、えー、総合問題で16から20最後までになります、えー、総合問題の16からですが問16が2問17が3問18が1問19が3、えー、問20が2、えー、もう一度16から20ですが23132となります はいということでですね、今20問の答えを読み上げましたこれもあの実施団体のものただ読み上げただけですけども、間、まあ、違ってはいないと思うんですが、もしかしたら聞き間違いとかもあるかもしれないので、念のため、実施団体のもので確認いただいて、12問以上、12問以上であれば、どの問題で,でもいいので、合っていれば合格ということになります。ちょっと解説はまた後でやりますので、じゃあ続きまして、金材のですね、 個人資産相談業務の回答に移りたいいと思いますでこちらはですね現在はあの、まあ、当然皆さん受けられている方が聞いていらっしゃると思うので、えー、と第,第5問、大、え、門、ー、が5問ですね、その大門の中に小問が3つぶら下がっていて、えー、1つの大門ごとに10点満点という配点があります。 で証文は3つです、証文3つなので、まあ、3点ずつの配点だとですね1点余るということで、これ、以前はわれわれが予想しなければいけなかったんですが、今はもう、実施団体からここが4点ですみたいなことを教えてくれるので、あのもう迷う必要はありませんので、まあ、単純に30点以上、まあえー、と大問10点ずつの配点なので、50問。 50点ありますので50点満点の30点以上で合格ということであの問題文数ではありませんからあの15問あって6割9問9問できたから合格とかじゃなくてあのちょっと細かい配点が違ったりするのであの点数で見ていただくといいかなと思います <laughs>、はい、では第1問の「ライフから見ていきます では、問1、問2、問3と、これ3、2、3のいずれかで申し上げていくと、えー、問1が3、問2が2、問3が3、もう一度、えー、1から3ですが、3、2、3。で、配点がですね、問2が4点です。問2が4点で、1と3は2点ずつという、あ、失礼した3点ずつになります。合計で10点になります。 続いて、リスクがなくて金融になります。第2問、金融です。問4から問6です。問4が1、問5が2、問6が3、1、2、3となります。そして、4点の配点がですね、問4が1番のところ、答えが1番のところが4点の配点になっています。次、第3問のタックスです。 でこちらも、えー、789と3つあってですね。ちょっとまず答えからです。問い7が1、問い8が1、問い9が3。でこちらも連続で113となって、えー、問い7のところ、問い7の、えー、ところが4点の配点で残り2つが2、えー、3点ずつということになります。続いて、えー、と第四問に移りまして不動産です。でこちらが 問10から問12までありまして、問10が2点、あ、問10が2、問11が1、問12が3、もう一度、10から12が2、1、3となって、4点の配点が問10です。問10が4点となります。続いて第5問の相続です。相続が13から15までありまして、問13が3、 問,14が2問15が2ということで、もう一度3、2、2で4点が14のところに4点が来ていて残りは3点ずつということで、まあ、これでですね、えー、まあ15問の配点答えと拝見が終わりましたのでちょっと最後のところで解説簡単な解説はさせていただこうかなと思いますでは残りの時間を使ってちょっと簡単に科目ごとに10点。 1分ぐらいで、えー、公表などをしていきたい解説公表していきたいなというふうふに思いますのででは、えー、共通の試験の学科をちょっともう一度出していただけますかとでまずなんですけども学科試験は先ほど申し上げたように、えー、前半の30問が丸抜問題でで後半の、えー、30問が、えー、三子択一というふうになってまして まあどっちが難しいかと言われたら、えー、バ×の方が難しいです。なぜかというと、分からなかったら答えられないからです。正しいか間違ってるかなので、知らないものについては答えられないということもあり、どうしても選択肢としての、えー、レベルは高くなります。ただし、あのバ×のどちらかなので、分からなくても多分皆さんやってらっしゃると思いますが、えー、分からなくても丸バ×どちらかを入れていただければ、それなりの点数は、えー、稼げるんじゃないかなというふうに思います。 でまあ、今後、ですね、まあ、3級から2級に、えー、皆さんがです、ね、またステップアップということも考えられると思うので、まあ、そういうことを念頭にですね、えー、最初のところからライフから見ていくと、まあライフのところの例えば、かっこ1で、えー、これ、行災問題の話で <laughs> 例えばえ、えー、税理士資格を有しない FP の話がありますが基本的には個別具体的なものについては、えー、これはアウト。 一般抽象的なことであれば政府ということになりますのでこちらについては今回、えー、途中からですが所得税の医療費控除について法律の条文をもとに一般的、まあ、言葉は一般的というキーワードが出てきましたので、まあ、一般的であれば別に資格はなくても説明できますからこれ政府と抵触しませんのでこれは罰というふうになります。はい、あとはですね えー、年金絡みとか労災絡みとか、まあ、いうことで2、3、4、まあ、こ,こ,こういうものはよく出てくるので、まあ、しっかり年数とかですね、まあ、年金の場合、えー、受給するときには年齢とかそういうものが必要なのでちょっと細かく暗記を2級ではしていかなければいけないということになりますであと、括弧後のフラット35の話なんですが。 さまざまな金融機関以外のところもフラット35に参入してきていまして、まあ、お金を借りる、まあ、固定金利であることはもう、ま、全く問題ないんですが、まあ、一応こちらですね、2行目のところにありますが、その利率は取扱金融機関がそれぞれ独自に決定しているというようになっていますで。確かに独自に決定するんですが、よく比較とかしていただくと、まあ、これ、検討したことがある方は分かるんですが、一番低い利率でどこも一緒のことが多いんですよ。でこれは、まあえー 機構側から、ですね利率、まあ、をここからにしなさいみたいな形の通知があるようで、そこのところ、まあ、だから、一番下のところは横並びということになっていることが多いんですが、これ自体決めるのはその取扱金融機関ということになりますので、これ自体は正しいということになります次、カッコ6からカッコ10のこれはリスクですね、リスクのところになります。 はいでまあ、ここについては特に問題がない、本当に基本的な問題が出ているのかなというふうに思いますので、えー、まあ特に詳しい説明はいらないかなというふうには思います。はいまあ、ここは本当に基本的な問題が出ているなというふうに思います。続いて、11から15の金融ですね。 で金融のところなんですけども、えーまあ、こちらのところであればですね、まあ、例えば13番の債券の信用格付けとかこれはどこからがえー、まあえー 投資的確でどこからが投資不適格かというのを覚えておかなければいけないということにもなりますしあと積立てニーサというものが15で出ておりますがニーサ絡みは本当に2級の試験でも非常によく出ますで今回はたまたま、まあ、当たり前ですが生後問題なので15は一つの選択肢ですが、まあ、これが4つに、えー、まあ2級の場合4つにニーサ絡みの内容で4つ作ってくるのでやはり正確な知識というものが、えー、要求されますので、まあ、積立てニーサのところ 心をしっかりですね。ここは復習して2級を受けるんであれば、しっかり復習してもらって覚えるべきところは覚えていただくということになります。次が16から20のタックスです。で、こちらについてなんですが。まあ、ここは最近の税制改正をえー、ま鑑、あ、みてですね。例えば18では、まあ、所得税のですね。扶養控除の話があります。で、あの今だとですね。納税者の。えー その方の合計所得が1000万を超えると受けられない、えー、人的控除が確かにあります。例えば配偶者控除とか配偶者特別控除。ただし、まあ、ここに書いてあるような扶養控除については本人の合計所得の金額は要求され要件とはなっておりませんから、まあ、これについては受けることができないと思います。受けることととがでできままますすすから罰という,ふうになりああは19ねの 税制えー、と令,和令和4年の税制改正で住宅ロン減税の変更がありましたが、まあ、そこと関係ない問題を作ってきたなというところですけども、えーまあ、あの住宅ロン減税は必ず初年度は誰でも申告しないとですねいけませんのでこちらについてはる、えー、ですね、るということになってきます、えー、次の21から25の不動産ですねでこちらについてはですねままあああの、まあ もちろん基本的なことが書いてあるんですけれども例えば22番の借地者顔の定期借家契約については期間については特に定めありませんから 1>, 1年未満としても問題はないということになりますしあとはちょっと、まあえー、3000万特別控除についても当たり前ですけども、えー、配偶者子供のようなあそういう特別の利害関係あるものに対しては受けることもしこれやってしまうと金額を高くする3000万特別控除あるからまあ高くするとかいろいろそういうことができてしまうのでこちらはだ、え、め、ー、だと受けることはできませんという丸ですね次26から30の相続なんですけれども まあここについてはですねまあ29え例えば。 相続税を計算するときには遺産にかかる基礎控除額3000万プラス600万かける法定相続人の数というのが必ず必要になってきますけれどもえまあこちらはあくまでも相続税の計算の場合は民法の法定相続人に2点修正を加えたものになるので今回の問題にもあるように相続放棄をしてもなかったものとみなすというその,その上での人数になりますのでこれは正しいというところになります。 はいということで、ちょっとここで最初の生後問題の簡単な解説終わりで、次、後半のですね三子択一問題の解説をしたいと思います。 で第2問のですねまず30ライフの31なんですがこれは、えー、ケース6つの係数でどれを使うのかという話です。でもちろん、こちら使い方がわかれば、えー、使い方というかこういう時ににこう使う使これを使うんだとてわ分かればいいんですけどもあの本当に2級でもですねこの6つの係数を使った問題が非常によく出るので、まあ、できれば6つありますけれども1セットで2つが1セットになってますから、えーまあ、現在がわからないから使うのか。 将来がわかかかららない使うのかというまあそれが2つで1セットになってますからあとは3つ結局は3つのパターンということになるのでできればここしっかりですねできるようになっていただきたいなというふうに思いますあとは33番のですね付加年金の話についてもこれもよく出てくるので、まあ、2年で元取れるみたいなところが頭に入っていればできるんじゃないかなというふうに思います まあ200円を2年払っていけば、400円もらえる一つ、えー、ですね。ということで、まあ、元取れますということです。まあ、そんなとこでしょうかね。はい、次36から40のですね、えー、リスクに行きます。例えば、えっ、ー、と、ここになると、例えば地震保険38あります。まあ、地震保険についてはですね、まあ,あの まあ、日本は地震が非常に大きく多くて、ですねやはり、えー、地震保険に入ってほしいということで、まあ、いろいろ国がやっておりますけども、こちらについては、ですね、えー、っと火災保険の30%から50%の範囲内で50、50%を超えることはできませんので、その範囲で設定し、えー、通常、建物については1億円まで入れるので、えー、地震保険は半分の5000万ですね、5000万。 でえーまあ、生活予算はまあ1000万だから地震保険は500万ということになりますのでしし、2000万なので半分の100 1000万ということになります。はい、えー、ですかねそんなところで、えー、確認いただき、あと41から45の金融ですね。 利回りの計算の話なんですがこのえ問題は2級でも本当によく出ます。 ですからここ今回、たまたま3級の問題なんですけどもこちらは2級でも同じような問題が出ますのでまあこれができた方は問題ないと思うんですがまあできなかった方はしっかりこちらの計算ができるようになっていただきたいのとあと43のですねえ投資指標のこれ今回 ROE が取材されておりますけども2級になるとこの ROE の計算式とか ROA の計算式とかそういう形で覚えなければいけない計算式それをしっかり覚えていただきさえすればえすぐに点数取れます。 ので、まあ、今回の問題もその1、えー、つの例かなと思うので、まあ、これはもちろん計算式が頭に入っていればすぐどれを使うかというのを選べると思うのであの必ず、えー、投資指標の計算式は2級の場合は必ず本試験の本番前に覚えていただくということになるんだというのを頭に入れてもらえればと思いますはい次46から50のですねタックスに移ります えー、タックスのところなんですけれども。 まあこちら50番のところを見ていただきたいんですがこれも税制改正であったところでまあ今まで規則控除というのは誰でも受けられるものだったんですけども現在はですね2400万以下だと満額それがあと50万刻みで減額になって2500万を超えてしまうとですねなくなってしまうというところなので現在は2400万以下だと48万38万じゃなくて48万というふうな形です。けども あとは50万刻みで16万ずつ減っていくというところですねありますのでこちらもしっかり覚えていただきたいところとなります次51から55の不動産なんですけども例えば51の投機の話なんですがこちらは、えー 権利部の広おつくのく話ががありますが、まあ、どんな時でも必ず、権利部の広区には記録がなされるということで、まあ、所有権に関する事項が記載、記録され、OTSC、おつくまあ、例えば金融機関からお金を借りて、定当権がついているといった場合がおつくになるので、まあ、おつくは定当権というところになるので、まあ、これも非常に基本的な内容ではないかなと思います。 あとは52番は固定資産税評価額が3年ごとに評価外ですよということで、まあ、これはもう知らなければ解けないかなと思うので、まあ、これは知っていればすぐ解ける問題ではないかなと思いますでちょっとまあ、えー、イレギュラーというかちょっとまあ3級で出す問題じゃないんじゃないかなと思うのが54ですね農地法の話があって、まあ、こちらまあ通常、えー、2級でもまあたまに農地の問題は出るんですけども3級でここまで要求しなくてもいいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、これはできなくても、えー 全然問題ないかなというふうには思います。 ただ50、えーしし、これは不動産なので不動産終わりで、56から60の、えー、相続なんですけれども、まあ、56は相続時生産課税制度の話がありまして、これはもう絶対に、えー、解けなければいけないんですけれども、まあ、累計2500万までで税率が20%というところなので、そこで問題ないと思いますし、57の教育資金の一括金もこれ、えー、1000万までということで、これも必ずできなければいけないということになります。まあ、あと、えー、58のですね、えー 心臓関係図からですね法定相続分を求めるということなんですが、えー、これについては、えー、順番を決めるので子供がいるから第1順位で相続確定で、まあ、妻が2分の1残り2分の1を子供の人数分で安分しますが今回は 亡くなっている長女には子供がいないのでそうすると子供がですね2人ということなんで2分の1を2人で分けるから4分の1ということで2番というふうになりますのでまあちょっとこちらそんな難しくないと思うので、えー、そういうふうな形で解いていただいても,もちろん今3級の画家これで解説終わりなんですけども難しい選択肢ももちろんあります、えー、まあ2級とまあ遜色ないんじゃないかなという選択肢もあったりはしますけども、あのー、もちろん 6割を取ること自体は決して難しくありませんから、まあ、しっかりですね、基礎的なことを理解してもらえれば3級は必ず受かりますし、でこれで、えー、まあ合格、どちらも学科も実技も受かったので、じゃあ次回は2級受けたいという、えー、そういうふうに考えている方いらっしゃると思いますが、その方はですね、あの2級では先ほどの生誤問題が1つのところに4つ入ってくると。 いうことなので一つ一つが正しいか間違っているかの判断ができないと、えー、2級の学科試験は思ったより難しいですですから、えー、日頃からですねまずは問題先に2級の問題見てもらうとああ確かに選択肢ごとに丸かバツかの判断をしていかなければいけないというところなのでなんとなく丸とかなんとなく罰ではですねあの合格には、えー いきませんのででしっかかりそこを始めからですね細かいんだ細かいけれどもどこが丸はまあ別にいいのでどこが間違っているかというそこのですね判別ができないと2級ではですね本当に何回も何回も受験するということになりますから、まあ、そこら辺のところを今からですね2級受ける方は頭に入れながらやっていただけるといいんじゃないかなと思います。 で続きまして今度は FP 協会の実技試験資産設計提案業務に行きたいと思いますちょっと近在の方少しお待ちくださいでこちらなんですけどもまあ 全体、ざーっとですねまあ、見ましたけども、まあ、いつも通りの、えー、傾向かなということで、もちろんあの内容に、えー、問題によってはちょっと若干難しいなというのもあるかもしれませんが、こちらについては12問はあ通常の、えー、しっかり基礎的なことをやっていらっしゃれば、えー、取れるというふうに思いますので、えー、まあ、ここのところですね、まあ、しっかり、えー、合格点を取ってほしいなというふうに思います。で、えーまあ 1> 問1がですね、先ほど学科試験でもあったように今回も行彩に関する問題ですから今回だとまあその資格を持ってない FP がこういうことをしたということで間違っているものだけ選べばいいので,でこちらについては、まあ、あの先ほど個別,個別具体的はアウトで 一般的、抽象的なものは政府だと言いましたので、そうなってくると、例えば3番が一般的なという言葉があるので、これは政府だなということで、まあ、これは正しいということになります。で、で1番のところなんですが、えー、これは資格を持っていない、登録を受けていない FP だけども、必要保証額の具体的な試算については、別にこれは誰でもできます。ですから、1番も問題ないということで、2番ですね。でこれについては、えー、具体的なと 個別具体的という具体的が出てきてそれをただ,ただじゃないお金もらって登録してないけどお金もらったとこれはもうアウトなので、まあ、これは2番が正解だということになります。 次問い2のキャッシュフロー表のところなんですがこのキャッシュフロー表についてはですね、まあ、毎回出てますからおそらく、まあ、この実技試験を受ける方であればもちろん過去の問題見ながらこれ何度も解いていると思うんでこれ必ず正解取らなければいけないところなので、まあ、こちらはちょっとすいません解説必要はないかなと思いますで第2問の金融の345というところですが まあこちらちらょっとまあ問いさんの形というのはあまりこういう形で出ることはない、まあ、図を使ってまあ文章出るかもしれないけどもえ図を使ってはないかもしれないのでえちょっとまあ難しく感じるかもしれませんがまあ正しいものが1つあるのでまあここはまあすみませんえまあ解ければいいんじゃないかなというところですし。 あと、4の預金保険制度、これ、えーと、ペイオフの話なので、これはまあ何が対象で何が対象外というのが分かれば、そんな難しくないと思うんで、これはできるようになっていただきたいのと、あとは、えー、投資インタの費用についても、こちらは。あの もうあ EU に入るものはあるんで間違っているもので、えー、適切なものを選ぶという形ので一つ正しいので、まあ、それにのっとってやればいいと思うんでちょっとすみませんここはもうこれで終わりとさせていただきで第3問が不動産ですねで不動産で今回は憲兵率と容積率という2つのところですが聞かれているのはあくまで延べ面積床面積の合計延べ面積のことを指していますから、まあ、この延べ面積,、えー、延べ面積床面積の合計というところからまずは憲兵率を測 省いていただきたいと憲兵率を省かなければいけないと容積率を使っていきますよとでただ今回は どういう形かというと、全、えーね、面道路が7メートルしかありませんので、7メートル、七メートル ×10 分、法定上昇がもう10分の6ってあるんで、これをやると420%、もともとの指定要積率が400%なので、いずれか小さいものを採用しますから400%、あとは面積に 400%× と,ということで、2番ですよね、2番が正解となります。ただこれちょっと正直3級では難しいいんじゃないかなか というふうに思うんですよ、えー、まあもちろんでき,ないわけできないというわけでもないと思うんですが、全、まあ、面道路の復員制限の話なので、ちょっと難しいかなと思うので、えー、まあちょっと今後も出るかもしれないので、念のため、まあ、2級ではよく出ますよ、2級ではよく出ますので、まあ、2級に進まれる方は、ちょうどいい予習になるかと思うので、確認していただければと思います。まあ、問いのところは、すみません、穴埋めなのでえ割愛させていただきます。 続いて、えー、第4問のリスクですねで。リスクの問題ですが、今回、まあ、問い八がですね、今回、がんの治療で、えー、入院して手術を受けましたで。いくら保険金がもらえるという話の問題なんですけども、これ2級では必ず毎回ですね、まああの 保険金のもらえる保険金の金額を計算するのがだいたい三問ぐらい出てで自分で答えを入れなければいけないんですよ。まあ三級の場合三支答言ってたんで答えがまあ六十一万百六十一万百七十二万という形で3つ用意されてますが、まあ、自分で計算していかなければいけないということで、まあ二級のですね特に、えー、FP 協会の実技ではこういうところ必ず出ますから、まあ二級に住まれる方はですね今のうちにこれしっかり計算できるようになっていただければなというふうには思います。 で次がですね、えー、9ですね、9はまあいいかなと、これは生命保険料の控除の話なので、まあ、下にもですね、えー、表があるので、これをうまく使いながらやっていただきたいと、えー、どちらも真の保険なので、えーまあ、これやっていただければいいかなと思います。 でちょっと自動車保険を飛ばしまして、次第5問のですね、これがタックスですね、えー、タックスですよね。はいで最初がですね、譲渡所得の話なので、まあ、こちらについては、売れた金額から取得費や譲渡費を差し引いてから、まあ、今回の場合はですね、 別荘ですから、まあ、そういう形の一般的な計算をしていって、えー、行うと、あとは短期か長期かと言われたら、えー、通常の場合はですね、まあ、5年を超えていれば、上等年の1月1日で5年を超えていれば、まあ、長期ということになりますので、まああの、そんな難しくないんじゃないかなというふうには思います。 取得費、まあ、上等費用も書いいいててあるんででこ、まあ、これを使ってくださいというとうろですで12がです、ね、今回が杉山さんの総所得金額ということでこちらなんですけれども総所得金額につきましてはあの確かに今回3つの所得ありますけれども退職所得は分離課税の対象ですですから、まあ、総所得って結局総合課税される所得の合計になりますから、まあ、事業所得の360万と給与はもう、えー、給与所得控除額をこ 補助後の金額だよと言っているので、単純に360と200を足した560ということで、これになるので、あの間違ってもですね退職所得を加えないでいただきたいなというふうに思いますので、まあ、そこを注意していただきたいと思います。で、13から、えー、次の第6問は、えー、相続ということで、13、14、15とあります。でまあ 問い13につきましては、確か、えー、と先ほどもですね、法定相続分を求めさせるような問題が、えー、学科でもあったかと思いますので、まあ、それにのっとっていけばそんなに難しくないのかなというふうに思いますが、まあ、今回の場合は、えー、配偶者に子どもがいなくて、あとはお父さん、お母さんがいますから、えー、順番として第2順位で相続確定ということになるので、配偶者がですね、えー、3分の2。 あとお父さんお母さんが3分の1を2人で分けるので6分の1という形になりますので、まあ、そのようにできるかというところかと思いますはいちょっと遺言に関してはちょっと今回は割愛させていただきあと問い15なんですけどこれですねうんとおばさんですかおばさんおば祖母父と祖母の話が出てますで 父と祖母なので、どちらも直系存続ということになるので、まあ、特段難しい問題ではないと思うんですが、まあ、今回、えー、特にえ今年の4月1日に、ですね成年年齢が引き下げになりまして、えー、20歳だったものが基本18歳になっていて、今回の即算表も18歳という形に改められましたけども、ただ問題上は全く関係ないということで、もともと32歳ですから、まあ、この改正はもともと関係ない、まあ、そうなるだろうなと思ったので、予想通りだったので、ただ、え、ー 即算表も税制改正を取り込んでいますので今後はこのような形に急もこのようになりますから慣れていただきたいという,ふうに思います。 次第七問の総合問題16から20のところですが、まずですね問16のところにバランスシートの純資産額を求めるものがありますが、これ二級に行くと必ずですねこれ出ます。で自分で答えを入れな答えを確か入れごめんなさいこれは答えを入れることになりますね。となるので自分で入れなければいけないので自信を持ってですね基本的に自己評価しながらですね計算していくということになるので、あの買った金額は関係ありませんので。 自家評価していくというのが FP のバランスシートの基本ですからそこ忘れないでいただければという,ふうに思います。 あとはまあ18、19、20で、18、19は年金とかですね、年金とかの話、で20が2 i s の話ということで、まあ、実技試験でも2 i s が出ているので、まあ、そういうことでいうと、n i s ですね、しっかり確認いただくということで、ちょっと一度これで、えー、FP 協会の問題が終わったんですが、ちょっと今ですね、ちょっと近代の方にもうちょっと聞いてほしいのが、えー、今ですね、学科と、まあ、午前中の学科と午後の実技の話をしましたが、あの実際には学科 試試験験ででで出出たももののが午後の実技ててくるることって結構あるんですよなので今の場合に i s だったりとかあとは法廷相続人の話とかっていうのはまあ午前中の問題でも出てさらに午後の問題でも出ているのであの試験まあ終わったらですね多分あの最後までいなくても多分受かる方は多分早めに終わると思うんでそういう方は先に教室を出る教室を出てその間ですね、まあ、何か食べながらでもいいと思うので 不安なところをですねその休み時間中に解消することによって午後のところに生きてくると思います、それをすることによってですね、えー、まあ教会の場合だと1問取れば5点で、近代の場合は3点か4点かちょっと分かりませんけれども、そういう形で点数拾えていくので、必ず午前中に不安があったら、必ず午後、えー、休憩中に取り除くということをしていただければ、意外とですねあやってよかったなということになりますから、そういうふうな形で確認いただければと思います。 ははいでは最後に、えーとですね、これが金材、えー、のです実、ね、技、えー、試験の簡単な解説をさせていただこうと思います。でえー、リスクがない形なので、えー、ライフ、えー、金融タックス不動産相続ということでですねあのもちろんあの ボリュームは大きくありませんけども、まあ、自分が例えば想定していた問題が出ないときには場合によってはですね全く取れない可能性もあるのであまりまあ山を張らずにある程度ですね、えー、過去出た問題をしっかり見ながらまんべんなくやっていただければいいんじゃないかなということで。 今回のまず第一モのライフについてはあの年金の話が出てますが必ず2022年価格はもう当然覚えておかなければいけないところなので、まあ、それは77万7800ということなんですけどもあとは計算の内容については理解いただければ解けると思いますしあと穴埋めについてはこちらに書いてある通りなんです,すみませんこちらはもう皆さんの方で確認いただければと思いますで次の、えー、これ金融なんですけども これも先ほど午前中で投資指標の話があったと思うんですよ。でで今回は投資指標に関して、ですね、えー、例えば PER とか ROE とか配当成功ってありますけども、もちろんこれも午前中のところで、ですね、あ、ちょっと覚えきれていなかったなということであれば、ROE えー、いいはだだろろううととかか PR なんだろうとかそういうのをやっとけばこれ取れると思うのでこういうところに生きてくるんで必ず FP 試験は午前中失敗したなと思ったら必ずそこで休み中にリカバーリーするということが要求されるということになりますちょっとあとはもう皆さんので見ていただ,き、まあ、見ていただければと思います次の第3問のタックスなんですけども、えー、こちらについては まずは総所得金額を求めなさいということなので今回、給与、不動産あと一時払い、一時所得がありますねだからこの分を足し合わせていくんですが一時所得の場合はプラスで残った場合総所得金額に参入するときに2分の1参入すればいいというところがあるのでそれだけ間違いないようにしていただければなというふうふに思います。 ただし、今回の場合だとですね、満期が320万で、一時払いが300万なので、差し引きで20万、で最高50万差し引くことできますから、一時払いのところではこれ、ないですね、ゼロになりますので、そうすると、あとは、今回の場合、給与収入の場合、給与所得がいくらかという、即算表、即算表とか、給与所得控除額の即算表を使いながら、それができるかどうかの話かなと思うので、決して難しい問題じゃないというふうに思います。あとは 人的控除の金額の話なので人的控除についてはこういう人が1人いたらいく,いくら控除を受けられるかこれはまあ試験直前3級のみならず2級でも必要なので今のうちに覚えていただいてもらった方がいいかなというふうに思いますはい、えー、じゃあ続いて第4問の不動産ですね不動産なんですけどもこちらについては、えー、と建築面積と、えー、延べ 床面積という形なので、まあ、当たり前ですが、1については憲兵率、まあ、書いてありますね憲兵率の上限とあるんで憲兵率か使、えー、丸2は溶石率を使うというところで、あとはですねこちらを解く上では、えー、憲兵率は緩和になってくるので、えー、こちらについては緩和、えー、ですね、例えば今回は、えー、説明の下にですね 憲兵率の緩和について特定行政庁が指定する稼働地であるということでこれで10%緩和です。あとはですね えー、防火地域内に対価建築物ということなんですけれども、えー、ここについてですね、えーまあ、そこのところの確認とかあとは今回、えー、溶石率についても全、えー、面道路の復員制限がかかってきますから、まあ、今回ちょっと3級にしては難しいなと思うのは2つ道路があるので2つ道路があった場合は道路幅の広いものを使いますので7メートル使って 7×10 分の280とあとして溶石率300の280%を使うというところなので、まあ、組み合わせでもあるので ので 1>, 1つできればもしかしたら答えが出るかもしれないということただこれは2級でも毎回出るようなところなので計算についてはしっかりできるようになっていただければと思います。はい では続いて最後、第5問の相続ですね。で相続なんですがこれ、ね、これがです、ね、見てたら思ったのが、あこれは遺言の必要性を理解させるための問題なんだなと、なぜかというと、今回、A さん、B さん、えー、は夫婦ですけども、今回は A さんが亡くなったことを想定して、まあ、B さんに財産を残したいと。 で、まあ、あの今回、高齢な A さん、B さんなので、まあ、お父さん、お母さんもすでに亡くなっているという話、でその時に弟 C さんに何もしないと、ですねもし A さん亡くなると、弟 C さんに3分の1の財産がいくことになるので、それを阻止したい、じゃあどうしたらいいかということで、A さんが B さんに全財産を相続させるという遺言を残したらどうなるのかというのを聞いているので、まあ、結局、結論から言うと、それで。 妻が全財産を取得することができる。なぜかというと、弟、第三0位の相続人には遺留分がないということなので、それを結局これを聞いている問題だということがわかりますので、まあそういう観点からやっていただければというふうに思います。 でただ、今回の場合だと、えー、遺産にかかる基礎控除額は2人ですね、えー、妻と弟2人なので、えー、4200万ですか万ということにもなんであとは相続点相がこれも3級でも出てますからあの、決して難しい問題ではないので、しっかり、えー、確認して、えー、計算していただければということで、ちょっとこれで、えー、個人資産の、えー、ところも終わりましたということで、まあ、一応3級、これで終わりなんですけれどもあの、やっぱり3級もですね、二、まあ、級の、まあ、えー 前段階とということで、まあ、2級に近いような問題もあるいは2級でも、えー、範囲となるところしっかり出てますから、まあ、今回。 学科試験も実技試験も合格点取れたと、まあ、せっかく今知識が入ってるんだからこのままの流れで2級に行きたいという方はぜひ先に進んでいただきたいと思うんですけども先ほど申し上げたようにやはり2級の場合はもっともっと当然9が上がっていって合格ラインは同じ6割なのでということはレベルを上げなければいけないので整合問題の場合一つ一つまあ丸はいいんですけども×の場合どこが間違っているかの把握をしなければ2級の学科試験はなかなか点数36点取れませんし 実技試験も計算式などを覚えていかないと解けない問題も出てきますから、まあ、計算式覚えるべきところはしっかり覚えていただければあの2級もそのまま勢いで1回で合格できると思うんでぜひですね、まあ、今回合格されてじゃあ今、まあ、すぐまたやるぞという方はやっていただければですね、えー、次受かると思うんで頑張ってやっていただければと思いますはいでは、えー、これで今回は FP 試験の本試験解説を終わりたいと思いますお疲れ様でした